今日はお好み焼き屋第2弾城東区今福の母屋さんに寄せていただきます。それではお店の中に入っていきましょう。あ、こんにちは。いらっしゃいませ。じゃあお店の中を見ていきたいと思います。とても広々とした作りです。でこちらの方が鉄板席です。焼きながらジュージュー食べれたら美味しそうだなと思います。そしてこちらの奥の方にはテラス席もあります。タバコを吸う人なんかはこのテラス席でお食事するのもいいかもしれません。じゃあ気になるメニュー見ていきましょう。お好み焼き定番の豚玉、イカ玉、このあたり750円、とってもリーズナブルですね。今はかき玉が1000円、冬季限定ですのでこれも美味しそうです。そして気になるのがこのお好み焼きっていうのがあります。これは全てチーズが入っていて洋風のお好み焼きのようです。また焼きそばの方も定番の豚、イカがあって、こちらの方も750円ととってもリーズナブルです。また多分大阪には珍しいと思う塩焼きそばもありますね。楽しみです。じゃあ今日は自分の好きな豚玉を注文しました。では早速おもやのママに焼いていってもらいたいと思います。じゃあママお願いします。はい笑顔がいいですねあまりこれかき混ぜないんですね。軽くふんわりとかき混ぜる感じ。いや結構混ぜますね。結構混ぜますか。いやわかんないです。皆さんどれだけぐらい混ぜてるのかわかんないんですけど、そんなもんですかね。これ中に入ってるのは、はい、キャベツ、ネギ、ネギ、紅生姜、紅生姜、はい、山芋。あ、山芋入ってるんですね。はい、入ってます。いきます。ふわふわとして美味しそうですね。はい、それじゃあ豚投入です。これ豚もめちゃくちゃ分厚くって、そうなんです、分厚いの山盛りですね。分厚いのはあれですじゃあここでおもやのママにおもやのお好み焼きの秘訣を聞いてみたいと思います。ママ、美味しさの秘訣は何がありますか。分厚い豚に天かす後を乗せてちょっとサクサクする感じです。あ、天かすを入れてサクサク感を出すんですね。はい、あとのせです。でちょっとこれ生地をかぶせて、これ後のせはどうして後のせするんですか。天かすですか。あ、違います、あとこの小麦粉です。あ、この小麦がある。小麦粉はちょっとあのまとまるように、あ、ちゃんと崩れないように、はいはい、まとまるようにですね。そして蓋をします。はい、じゃあこれしばらく待ちます。はい、あ、そろそろできたようです。まだです、ひっくり返しますあ、まだですね、ひっくり返しますね。はい、はい、じゃあお願いします。あ、それはこれプロの技ですよね。これ自分がすると大概これするんですよ。何かこのうまくひっくり返すコツっていうのはあるんですか。こう
合わせて、ここの上に乗せて、あ、ちょうど2つコテを使って、はい、そして合わせて、はい、ひっくり返すことですね。あ、家でもやってみますさあ、綺麗に焼き上がったようです。美味しそうですね。じゃあママ、もう出来上がりでしょうか。はい、出来上がりました。はい、じゃあソース乗ってもらいます。これお店の特製ソースなんですか。はい、そうです。これは何を入れてるか聞いても大丈夫ですか。何を入れてるとは、はい、特製ソース2種類のソースを入れてます。2種類ソースですか。はい、おそうですね。あ、これまた芸術的なお好み焼きになってきました。で、ここに鰹節と青のりかけます。青のりいきます。はい。出来上がりです。はい、出来上がりました。はい、じゃあ早速食べていきたいと思います。はい、出来上がり。じゃあ早速、やっぱ大阪人はコテで食べたいですよね。うわ、おいしそう。はい、じゃあ早速出来たてのお好み焼きを食べたいと思います。熱そうですね。めちゃくちゃ中はふわっとして外はカリッとしてめちゃくちゃ美味しいです。そしてこれすごく出汁が効いてますね。これはどんな出汁を使ってるんですか。取った出汁です。取った出汁。あ、鰹節と昆布で。はい。めちゃめちゃ出汁が効いてて美味しいです。じゃあお好み焼きめちゃくちゃ美味しいですよ。ふわっとしてて。ありがとうございます。昔からお好み焼きとか家で焼いてたりしたんですか。あ、そうなんですよ。もともとカフェやってたんですけど、はい、もともとここはカフェやってたんですね。はい、でもなんかカフェっぽい雰囲気ですよね作りとか見たら、で、その時から、まあ、あの得意料理お好み焼きやったんですけど、はい、でなんかみんなでお好みパーティーとかやったりしてて、みんなが美味しい美味しいってすごい言ってくれるから、うん、あ、ママが作ったお好み焼きがもうすごくみんな大好評で美味しい美味しい言うてくれたんで、ちょっとお好み焼きやりたいなみたいになってきて、はいはい、でコロナになって、まあ、あの後々やれたらいいなと思ってたんですけど、コロナで入気になって、はい、それでもうちょっとお前が押してやってみる。いいじゃないですか。でも大阪でお好み焼きするってすごく難しいと思うんですね。大阪にて家でお好み焼き作れるじゃないですか。だからそれをあえてお好み焼きを選んだコツってあります。例えば私は他のお好み焼きとはこれが違うんだっていう点ってあります。僕はね、じゃあ僕言いましたが、僕は食べて美味しいなと思ったのは、まずね、出汁がね、めちゃくちゃ効いてる。これほど効いてるお好み焼きってね、食べたことないですよ。出たこと、出汁こだわってるもんですね。出汁こだわってます。どんな風にこだわってますか。まあ、ちょっとあの時間かけて、はい、出汁取ってます。出汁は昆布と、はい、それと活動と、はい、これやっぱり 2,3 時間ぐらいは煮出しますよね、はい、時間かけてますよね。
もう出汁がね、やっぱ効いてるから美味しいですよ、はい、ありがとうございます。じゃあ将来はこのもやはもうチェーン展開して大阪また全国に支店を作るとかそういう計画は。ママ、はい、ごちそうさまでした。今日はお好み焼きとっても美味しかったです。ありがとうございます。ママ、実はもう一人このお店には看板娘がおられるんですよね。はい、じゃあ紹介していただけるでしょうか。はい、看板娘の看板娘のあやちゃんです。平日の夜に見てますんで会いに来てください。待ってます。じゃあ、あやちゃんに会いに皆さん来てください。はい、よろしくお願いします。じゃあ今日は城東区今福のおもやさんよりお届けいたしました。お好み焼き以外にも女子が好きそうなスイーツ売ってるのも良さそうですね。今日はショコラサブレ、フローランタン、そしてきなこのスノーボールクッキーもあるんです。でお支払いの方はペイペイも OK ですし、各種クレジットカードも OK のようです。これは便利ですね。